では笹原由美選手にお伺いします。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。今日は12月でしたけれどもいい天気でしたね。はい、はい、もうすごいスタートから暑くなって、はい、どんどん脱いでいきました、うん、はい、今日はサポーターの方々も多かったですけれども、はい、いかがでしたか。そうですね、プレー自体は自分自身はいいプレーができたと思いますし、まあ、お天気も良くてすごい富士山と一緒にこうショットをたくさんいいショットを見ていただけたので良かったなと思います。確かにボギー先行した後、はい、3連続バーディー。そうですね、はい、連続バーディーでインの方が難しいので、まあ、アウトのうちに取っておけてよかったなと思います。まあ、10回という節目の大会ですけれども、はい、まあ、一番、ね、サポーターに関しても選手に関してもこう笹原選手は貢献があるなという感じるんですけれども、はい、改めてこの10回まで来られたっていうのはいかがですか。そうですね、まあ、改めてやっぱりあもう10回もやったんだなっていうなんか実感は湧かないんですけど、でもずっとあの選手も増えてサポーターさんも増えて、まあ、認知度も増えて、まあ、この大会の良さとかがどんどん広まっているなと思うので、なんかもっと大きくなっていったりたくさんの人に見てもらえるようになったらいいなと思います。さあこの大会に出ている選手がまたプロテストを勝ったりそしてまた戻ってきてくださったり、はい、そんなこともありますけれども、はい、まあ、笹原選手自身としてはいかがでしょうか。そうですね、やっぱりなんかこうギャラリーの、まあ、サポーターの皆さんがいる試合っていうのはなかなか数が多いわけではないので、まあ、こういうところでのプレーが、まあ、プロテストだったりプロテスト合格後に生きてきたりすると思いますし、まだ受かってない選手でもこういう経験ができるっていうのはすごい大きいことだと思うので、まあ、これからも出させていただけたら嬉しいなと思っています。でも今日はグリーンは結構早かったと伺ったんですけども、はい、どうでした。そうですね、早くって傾斜も強くて難しかったんですけど、やっぱり TWGT 何回も裾野でやっているので、まあ、難しい裾野でもだんだんちょっと掴めてきたかなっていう気はするので、はい、また次回ここでやるときに向けてまた頑張りたいなと思います。過去最高順位は4位タイっていうことですからね。はい、そうですね、いつか早く優勝をと思ってる関係者多いと思います。あ、そうですねでまずなんか裾野でアンダーで回れたのでよかったなと思って、これを自身にまた次に向けて頑張りたいと思います。はい、ではメッセージを最後お願いします。はい、サポーターの皆さんいつも応援ありがとうございます。今日はあの速報とかもあって、もしかしたら会場にいらっしゃらなかった方もこう速報見ながら応援してくださったんじゃないかなと思います。皆さんの応援のおかげでいいプレーができましたので、また次の試合に向けて頑張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。